ンドブレスのイワローで助けてくれたのはあんた。俺の名はキース。ちょっと暴れすぎてな、ヴァンペイどもから逃げてきてここに潜んでいるところさ。あんたは女神のもとへ行こうとしているんだろう。それならまず女神の王宮へ向かうといい。あそこへ行く道はどうやらこの水路しかないみたいだぜ。水路調整室で水を引かせてからなら水路を通って女神の王宮へと抜けられるはずだ。ほらよ、これが水路調整室の鍵だ。イワローでの礼にあんたにやろう。これはもう少しここでほとぼりが冷めるのを待つとするさ。
これだ、キースだ。この奥にある金付き堂で生贄の儀式が始まりつつある。金の音が5回鳴った時、マリアという娘の命が消える。ザバが入り口で待ち構えていて、これではとても手が出せん。頼む、アドル、あの娘を助けてやってくれ。私はイースの女神です。さあ、この部屋の中央まで進んでください。よくここまで来てくれました。私たちにはあなたの力が必要なのです。私たちがいる神殿の中枢部へ入るには、あなたがここへ来るために使ったものと対になるペンダントが必要です。この神殿の金付き堂には夢見の石像が安置されています。夢見の石像を使えば、石にされた人々を元に戻すことができます。まずは石像を持ってここへ来てください。その使い方を教えましょう。
私を助けようなんて無理よ。早くあなただけでも逃げて。ここまでたどり着いた。面白い。立ち会う者としてこの儀式の意味を教えてやる。このイースにはかつて女神に仕えた六神官の子孫が未だ各地に暮らしている。この儀式は神官の子孫どもを抹殺するための手段なのだ。儀式に耐えかねて先祖の名を盾に正義を振りかざす輩が現れるやもしれん。生贄にされる者自身が子孫ということもあり得る。いずれにせよ魔の支配を脅かす存在は振り出して排除しておこうと。さておしゃべりが過ぎたな。私がすでに鳴らした鐘は4つ。そしてこれが最後の鐘。無力さを噛みしめるがいい。
の石像を持ってきたのですね。その石像を使えば石にされた人々を元に戻すことができます。額に空洞があるでしょう。そこに黒い真珠をはめた時、夢見の石像は眠りから目覚め、呪いを解くことができるようになります。